Yeah.
です。よろしくお願いします。さあ、こちら五郎公園の栄店さんといえばですね、はい、まあ、記憶に新しい2022年の年末、スリーデーズやりましたね。スリーデーズがありまして、ここで歌い納めしたわけですからね。そうですよ。なので僕たちも、やっぱりそこで歌い納めしたからにはね、今日2023年一発目、やっぱりここに持ってこないといけないと、ちょっと噛んだけどね、ちょっとまあ触りましたよ。やっぱりここに持ってこないといけないということで、2023年初めてのライブです。よろしくお願いします。初めてではなかったと思います。実はそうなんだね。記憶の中でありますね。いくつかやってますけど、ポンポンポンって、あ、そういう体としてね、やった気持ちとしてはね、綺麗かなみたいな。なるほど、ライブを収めしてる、まあ、もしかしたらね、今日がザンパ2023年初めての方もいるかもしれないですかね。今年はね、15日までお休みいただきました。よかったですね。でもそうですよ。15日まで今日まで何してるの？ね、よかった。本当にこのライトあるじゃないですか。はい、今日はなぜかついてないんですけれども、ね、年末はもうピカッつきまして、満員御礼いただきました。大入りがつきましたよね。今日はなぜかついてないんです。なぜかね、満員じゃないから見えますけども、ね。見えますけどね、ここからだったらね。でも皆様がね、来てくださったということは、もう満員と変わらない僕たちそういった気持ちで、はい、2023年五郎公園一発目ぶちかましていきたいと思いますので、改めてぶちかましていくぜ。よろしくお願いします。さあ、ということで、じゃあ自己紹介ね、はい、していきたいと思います。皆さんから向かって一番右側におります男前からお願いします。 I'm singing in the rain, just singing in the rain。 ありがとうございます。知ってます？皆さん、この歌知ってます？聞いたことあります、はい、雨の歌えば有名な映画があるんですけど、はい、歌なんですけども、その映画でね、ハットかぶってね、スーツの男の人がジャンプをしたりしながら傘差して踊るんですよ。はい、でね、その有名なシーンで、その電灯にね、ジャンプしてこうやってキューって回るシーンがあるんですよ、ね。昨日雨だったじゃないですか。うん、で、僕ちょっとなんかいいなと思ってやったんですよ。ジャンプしてみたんですね。はい、やったんです。でジャンプしてパーンってやったらね、犬のうんこ踏みました。新年早々ね、運がついてる話でございます。ありがとうございました。短い時間でございます。お付き合いいただければと思います。ザンパのコウスケです。よろしくお願いします。コウスケー。コウスケー。電柱にこうやってやったの。だから止まれの表紙。それ止まれかね。なるほどね。大体ね、ワンちゃんってそういうところの下にしたいです。あれなんでなんですかね。道端よりもなんかそういう、なんていうの、電柱とかそういう標識の、あれとかにしたりしますよね。最近そのね、マナーのある飼い主さんが多いのでね、糞は始末をしていってくれる、はい、それはそうですよ。田中は昨日はね、マナーの悪い飼い主さんの後だったみたいで、なるほどね。くちゃって言いました。くちゃって言いました。雨降ってるからさ、ちょっとやっぱくちゃって言いました。ああ、もういいわな、それは。マジか。そう、あなた女の話でやめましたよ。あなた、住民するぐらい変わったの。じゃあ、うわぁ、うわぁ、一人でやってます。徹底してほしいですよね、ワンちゃん飼ってる方に。ここまでの道のりで大丈夫、ちゃんと消えたかな。消えたかな、ね、いやー、心配ですね。車の中残ってないから、ちょっと朝臭かった気がしたんですよ。やめましょう。同じ靴でね、その靴なの。ステージ一緒で間違えた。いいだろ、いいだろ、やってんの。気をつけてください。清潔な場所ですから。そうですよね。どんぐらいの大きさでしょうか。いや、それはやめろ、やめろ。なんだろうな。ワン飼ってる。あー、これ、あ、フアルサイズ。フアルサイズ。バレたわ。始末してないだろう。あれ？あ、それ昨日、二日酔いでやめました、ヒーローの。おーい。二日酔いで散歩した。二日酔いで、コウスケの家の方までだいぶやばい距離で。そんな近所じゃないでしょ。どこいるか知らないけど、ね、やめましょう。はい、さあ、ということで、はい、続いての曲自己紹介いいか。あ、もういいか。そうか、途中コウスケだけは覚えちゃう。フリートークみたいな。はい、ザムラモレス、よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、じゃあ左側が、はい、ザムラヨシフミです。よろしくお願いします。ヨシフミ、ヨシフミ。そして、ヨシフミの話題がある。はい、それでは皆さん、まあ、あまり大きすぎなければ大丈夫みたいなんで、僕が何の話ですか。はい、
何の話？声です。あ、びっくりした。びっくりした。さっきの話。うんちじゃないです。大きすぎるだけで。どういう話ですか？皆さんに大きさを尋ねてどうするんですか？どうするの？あまり大きすぎなければ大丈夫です。皆さん、あまり大きすぎなければ大丈夫です。大丈夫です。笑いすぎだろ、赤い線着てる人。こういう話すると、笑いすぎた人が笑いました。じゃあね、あまり大きな声すぎなければ大丈夫なんで、皆さん、こんにちはと返していただけたらと思います。いきます、皆さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。はい、ジャンパラ専用ヨーマです。今日もよろしくお願いいたします。はい、ヨーマー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 コウスケコウヨーマーヨシネコウヨーマーザンパラして今年も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、それではオリジナルカバー含めた3曲のメドレーをぜひ聴いていただければなというふうに思っております。まずはこちらの楽曲です。2億4000万の人。Thank you.
はい、ありがとうございました。2億4千万の瞳、そして、ハリケーンからのラブストーリーを聴いていただきました。2023年一発目のゴロッコで楽しんでいただいておりますでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ厳密に言えばね、まあ、何個かもライブはやっておりまして、はいはいはい、まあ、怒涛の年末からの、うん、まあ、2023年やっと始まったなと、うん、そうですね、いうところではありますけれども、はいはい、どうですか2023年、はい、まあ、残波、まあ、目標ではないですけど動きといいますか、うん、今なんかここでねちょっとこう、まあ、2022年にはあまりやってなかった、はいはい、ようなこととかも重要にしたりするのあるんですか今。いや、それこそ、あ、まあ、僕はね、あの一応つい最近3日前くらいからですけど、はいはい、あの今年はね多分配信とかでみんなに伝えたことがあるとは思うんですけど、はい、今年はねモノマネもうちょっと頑張りたいんですよね、うん、なんかもちろんそうなんだけど、はいはい、ちょっとね本当に年末のモノマネ王座決定戦これがねなかなか最近振るわなくてですね、うん、まあ、練習不足っていうところもあると思うんですけど本当にちょっと今年は、まあ、似てる似てないもそうですけどちょっと結果にもうちょっと結果にコミットする感じ、うん、大丈夫ですか。ありがとうございます。はい、まあ、結果にこだわりたいなっていうふうにも思うし、うん、あとやっぱねあのモノマネを好きなあの方って日本中にたくさんいるので、うん、やっぱそういった方もあのモノマネを通してザンパを知ってもらえたりしたらよりいいのかななんて思ってちょっとそういったところも踏まえて、うん、まあ、最近はインスタのねリールっていうあれリールっていうのは、うん、いわゆる TikTokみたいなもんなんですかね。インスタグラムのリールってあの動画です、ね、そう短い動画を上げていけるショート動画、ショート動画みたいな、はい、インスタグラム、あ、YouTube で言うとそういったものをしばらくこう続けていこうかななんていうふうには思っているんですけどね、うん、はい、なのであのモノマネに限った話じゃなくて、まあ、なんか昨日だったら東北なまりで歌ってみたとか、うん、まあ、そういったものなるべくあのメディア、SNS を通して露出する機会を増やしたいなと思って、もう今年はマジで売れる気しかしてないので、おマジで、おまあ、今年売れる売れるじゃねえ、売れる売れるじゃねえ、売れる売れるる、ね、一緒に売れる今年勝負やから、ほんまに、ね、なのでそういったことを考えたい。コウ君はだって毎日やってる夢中ライブ、はい、気づいて入ってるよね、夢中ライブやってないですね。あ、やってないですか。やってない、ね、あ、そうなんですね。そうですね。やってんじゃん、うん、やってんじゃん、やってるよね、はい、いやいや、まあイベントの時だけじゃなくてやるんですか。そうですね、まあ、基本的にはやりたいというやるよとか約束はちょっとしないですけど、はいはいはい、毎日、まあ、10分でも15分でも、あ、じゃあつまり毎日気が向いてるっていうかやろうかなって毎日思うわけだ。はい、すごいね気が向いてる。いやだってさ宣言してるわけじゃないじゃん、ね、毎日やるって言ってるわけじゃないから、はい、毎日やる気になってるってことですよね。まあそうですね、いや恥ずかしいですね。恥ずかしくない。ちょっとあのインスタの写真戻っていいですか。インスタのそのリールとかっていうのはあの、まあ、皆さん多分ね、あのインスタされてる方はこうザンパのメンバーフォローしてますよね。はい、もちろんヨンマ君とかもフォローしてると思うんですけど、はいはい、ありがとうございます。あの結構ね活用してほしいのが、はい、保存ボタンですね。あ、保存ボタン、保存ボタン、インスタグラムで言うとなんかこういう、そうね、裏初心者マークみたいなやつ、マークありますよね、豚のひづめが、あ、そう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 、下向いてるようなこういうマークが、例え上手、豚のひづめマークみたいな、はいはいはい、ありますよね。そう、あれを保存ってやると、まあその皆さんのアカウントの要はアーカイブ、保存されたものの一覧にバーって載るんですよ。ちょっとインスタ開けるか俺見たいね、開かせない。どういうあれなんだ、どういうあれだ、保存ボタン知らない、ね、保存ボタンあるでしょ、見せて誰か、四角い四角で下がちょっとギザギザってなってる、ね、こういう、そう、あれがねすごくね大事らしいんです。そっから見て、ま、あ、いや、あ、どうぞ。それの、これ右右、あ、はい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 、うん、あ、なるほどね、あの今やりますね、こういうやつ、そう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 、いや、かそう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 、そのぐらいです。こういうボタンを押すとどうなるんですか。それを押すとだから保存されるんですよ、皆さんの方まあだからまた後で見たいみたいな、うん、あ、そうなんだ。お気に入りのやつをこう一応保存して、僕だったら例えばこう結構インスタとか見るじゃないですか、はいはい、でおすすめとかも出てくる、知らない人の例えばゴルフスイングとか、はい、でもその時間後で見ようみたいな時にピッて保存をしておくんですよ。
そしたらこう後で見れたりとかするんですけど、まあ皆さんはできればね、あの僕らがこうインスタグラムとか上げたら、まあ、見たタイミングすぐ保存をかけていただけると、なんかよりこう多くの人になんか広まるみたい、広まりやすくなりやすくいいっていうのがあるので、はい、まあそういったのをね、ぜひいいねとかはしてると思うんですけど、あのセットで見て保存をするっていう、ぜひ、うん、そういうのぜひやって、まあ、できればシェアとかね、確かにシェア、あのリアクでシェアしてもらったりとか、はい、でまあ身近にこう分かる方とかいると思いますのでもし分からなかったら、聞いていただいて、うん、分かる人は教えてあげていただければ、うん、もちろんあのインスタグラムやってない方もいると思います、はい、で別にこれをやらなかったらどうこうとか一切ないんですけれども、もしやれる方がいたらあのそれをやってもらえると嬉しいなと思っております。一つ力になっていただけたらと思います、うん、受講料5000円いただきます。今のでありがとうございます。今のでね、こちらの帰りにあのスタッフに渡していただきます。ちょっと早くついちゃいましたね、皆さん無理なさらに。でもまあこういう場でね、なんかそのちょっと使い方わかんない方とかしてもらえるっていうのはいい場かもしれないですけどね。確かに、はい、ヨルシさんとかは、まあ、引き続きっていう感じですか。そうですね、うん、まあ基本的に趣味とかも多いんで、それを多分 Twitter とか Instagram では発信してたんですけど、はいはいはい、まあ最近ちょっと YouTube にもなるべくするように。よしく更新頻度上がりました。今そうですね、 YouTube 今どのぐらいで投稿してるの。でもあの今まで実は僕 YouTube やってるって言われてたんですけど、僕生配信しかやってなかった。確かに毎日去年はあの35本上げたんですね。ほー、次動画としてですね、動画投稿として上げて月3本ペースだぐらいですかね、うん、はい、で今はまあ週に2本ぐらい、まあ、年明けてからはぐらいですかね、うん、はい、1ヶ月だと 8本ぐらい上がるわけですね、まあ、そうですね、このペースでいくとですけど、すごいっすね。なるべくそうですね、まあでもなんか楽しくなってきました、それが。あ、こう自分でどっか行ったりしてそれを動画に収めてちょっと編集して。確かにね、なんか普通にこう純粋に僕山好きだったりとかするじゃないですか、それをこう皆さんにこう動画でシェアできるっていうのは楽しいなって。確かにそれを見てちょっとこうなんか綺麗だな自然体とか、うん、ちょっとしばらくした時によし君は自分で自分が行ったところの思い出をなんかまた浸ることもできるし、そうです、ね、でお客さんっていうか見てくれてる視聴者の人はなんか一緒に行ったような気持ちになれるっていうか、同じ景色を楽しめるからいいかもしれないですよね。まさに、うん、その通り。まあだからなるべく続けていきたい、ね、頑張ってほしいですね。はいはい、ね、楽しみにしてる人も多いと思いますし、ね、またその山好きな人で、ね、ザンパ知らない人とか、はい、知ってもらえたりするかもしれないですね。そうですね、うん、楽しみにしてます。よしふみチャンネルよろしくお願いします。よろしくね、よろしくお願いします。そろそろよろしくね、あのサウナでのヌードシーンも解禁されるヌードヌードおかしいです皆さん楽しいですヌード大介さんはどうですか今年は。どういった感じ。これはね、3年ちょっとブログ続けてると思う。これはすごいですよね、マジですごい。そうそう、やめます簡単に言う、やめます。これ冗談じゃない言うてますけど、しっかり考えてね、そういった選択を。やっぱラジオもね、2年ぐらいですかね、続けてるんですけど、ミッドナイトラジオね、やめますやめます。はいはいはい、でやめましてね、はい、ちょっと筆文字アーティストになろうかなと思いました。おお、筆文字アーティストに。字だけ書いてます、2月からは。あ、そうなんですか。それはもう字ばっか書いて過ごすだけのインスタにね、うん、投稿して、その画像とともに、あとね、あとなんかその筆文字を朗読してみようかな、その書いた筆文字にメロディーなんかつけたら面白いかななんて思ってます。あ、すごいですね、まあ、それをね、やってながらもう2月からもうライブでもずっと筆持ってますマイクの代わりに、マイクの代わりに、まさかの。そう、だからコウスケが歌うパートは筆文字でお届けします。はいはい、わー、忙しいな。そうそう、あ、いいですね。色のない空忙しいぞ、どまるやってますか。よくやるんじゃないよ、よくやるんじゃないよ。そうだからね、まあ、だから今までコウスケ君がやってきたことを、はい、まあ、一緒くたにして、さらにこうたくさんの方にね、そうね、あの届けるようにっていう、4人それぞれがなんか違う形で、そうだね、あのやっていけたら、まあ、もちろんね、2013年は僕ら、あの個々の活動もそうですし、うん、ザンパとしてもね、はい、またちょっと新しい、うん、あのコンテンツを増やしていこうかなと思っておりますので、うん、もろもろ、ぜひね、はい、楽しみにしていただければなというふうに思っております。改めて2023年もザンパの応援、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。した後に皆様のもとに新年のご挨拶を行かせていただきます。アカペラはこちらの曲です。
いろはにほど。
何がいいですか。ありがとう。明日天気がいいですね。すごくいい方で、悪口なんて今日もみんな聞いてちゃったら後ろで落ち込んでるんですよ。それで俺が大丈夫ですよ、みんな分かってますよって言うんですよ。だから分かっちゃってるからもうまずいんだから。何も面白くないの。分かっちゃってる。いい人なんだろうなと思いながら聞いてる。あいつ今日も何してたんですか。裏で一番悪口言ってんの吉見君。そうだ。俺帰るからよ。もう本当、話しちゃって裏入ったのこんな感じ。俺ラウンドで紫以外のやつどうでもいいっす。言ったら。
バレた、あ、言わないでよ、こう、そう、あ、ごめん、あ、ごめん、キャラクターちゃんと守って、ごめん、守って、事務所に言われたんで、カバーするためにあの更新頻度上げてるんですよ、YouTube に一番ひどいね一番ひどい人あれもひどいはい、いや、冗談ですよ、大丈夫さあ、ということで、ラウンド行かせていただき、はい、残すところあと1曲となりました。そうですね、またね、この後、特典会がありますので、まあ、ボロコの湯での最初の2023年の特典会、ぜひ、ね、一緒に楽しんでいけたらなと思っております。お知らせがですね、まあ、こう月末なんですけれども、はい、8月の29日に、またね、僕たち沖縄に行かせていただくことになりまして、はい、東堂さんのもうね、場所に、はあ、でイベントがあるんですよ、はい、あのザンバマルシェっていうイベントがありまして、はい、僕たちね、もう無理やり出させてくださいみたいなノリでね、急遽11月の29日の11時30分からステージやらせていただくことになりましたので、はい、もし来れる方いたら駆けつけていただければと思います。あとね、最近告知したんですけど、6月にね、船あるじゃないですか。おそうですね、あれすごいよね、すごいよね、うん、初ですよね。まあ、クルーズ船でのライブは初めて、納涼船はあったんですよ、はい、昔やったことあったよね、はいはい、あったんですけど、クルーズは初めてで、うん、でもちゃんと皆さんご安心ください、ライブやりますからね。なんかどういうイベントなのかなって分かんない方いるかもしれないんで言っときますけど、ライブもちゃんとあるし、あるし、ただ運転するのは僕ですからね、船あ、ごめん、ごめん、やっと船舶1級免許取ったみたいな、持ってたんだ、実は1級じゃでも運転できないですけどね、クルーズ船はできないんですよ、両船しかできないですからね、まあ1曲目はね、セリーヌ・ディオンさんの、はい、いやちょっと怖いな、嫌だな、いや素敵な曲なんだけど、なんか、なんか怖いね、何か、あー、やめてーやめてー、やり方全然ね、奄美大島、そうです、金沢からの旅ですから、はい、もしよければね、ご参加いただければと思っております。はい、改めて、まあ、もしいろいろ他の情報をね、ゲットしたいよっていう方は、ホームページ、なみに家族のぞく、家族見ていただいて、情報をゲットして、そしてこれのライブにぜひ遊びに来ていただければと思っております。改めて2013年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、じゃあ最後のところですね、今年もみんなで褒め合って高め合っていきましょうということで、こちらの曲になります。文明開化、毎日を全力疾走。
きいただきました。どうもありがとうございます。それではこの後特典会またお楽しみいただけたらと思います。